底ものの定番ヤドカリの刺し方を紹介します。まずこの足を全部ハサミでカットします。足をきれいにカットしました。ないですね。次に人それぞれなんですけども、僕は針通ししやすいように尻尾の先端を少し切ります。これで下準備は完了です。次に尻尾の先端からウニ通しを入れます。ここですね。ここの先端からウニ通しを突っ込んでいきます。少し硬いんで勢いよく指に刺さないように刺してください。ウニ通しが貫通しました。次に針の反対側の先端をウニ通しの先端に引っ掛けます。このまま引き抜きます。この時針先はヤドカリの腹の方、内向くように突っ込んでいきます。針先が出ている方がかかりがいいです。